どうも、レイノです。今日はですね、日焼けの仕方をレクチャーしていきたいと思います。普段はサンラウンジというところで、まあ、日焼けをしています。回数券だったりとか、あとはその1回で1500円だとか、なんかいろんなやり方があるので、まあ、場所によりますね。で、今ですね、まあ、一応時間帯的に人が少ない時間帯に、まあ、撮影させていただいております。で、日焼けの仕方としては、まあ、急に強いやつをやると肌を痛めてボロボロになったりとか、剥がれちゃってまだらになってしまったりするので、最初は弱い強さで、そして短い時間でやることをお勧めします。だいたい最初、自分で時間を設定できるところとか、あとは設定できなくてもう20分が最低みたいなところもあるので、そういった時には、まあ、その時々に応じて、ちょっとしたやり方とかテクニックがあるので、それをやってください。で、日焼けすると何がいいかというと、まあ、大会前とかですね、光が強く当たると、まあ、ボディービルダーとかであれば、白飛びをしてしまうのを防ぐために焼いたりしますね。で、まあ、大会に出ない方にもまあ利点はありまして、まあ、毛が少し薄く見えたりだとか、あとは健康そうに見えたりだとか、あと日光をあんまり浴びない人っていうのはちょっと鬱傾向になってしまう可能性が高まるので、まあ、日光の代わりですね、紫外線を浴びることでこうビタミン D を生成して鬱抑制につながったりします。なので、サロちょっとなんかギャローが行くところみたいなイメージがあると思うんですけど、人によっては行った方がいい人もいるので、ちょっと行きにくい方検討してみてください。で、まず入るときにですね、このリベを塗っています。で、なんで塗るかというと、なんかこうサンオイルとか塗るとオイルなので、場合によっては機械を故障させてしまったりするんですね。なのでこのニベアを塗っています。で、ニベアを塗るとこう綺麗に焼けるっていう説があるので、僕はちゃんと詳しくは分かんないですけど、あのニベア塗ると綺麗に焼けるらしいので、僕はニベアを塗ってます。プラス、あの焼くと乾燥するので、乾燥を防ぐためにこういった保湿クリームを塗るって人も多いですね。僕も乾燥肌なので、できるだけ塗るようにしています。で、ここは立ち焼きです。ここは立ち焼きですね。こう立って焼きます。立ち焼きですね。こんな感じで、立ち焼きの方が僕はおすすめしたいですね。なんでかっていうと、こう寝転がってやるやつだと自分でぐる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 回らないといけないんですね。で、特に焼けにくいところ、脇ですね、こう閉じてるので、いちいちこう開いて焼いたりとか、ぐる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 こうケバブみたいに回らないといけないので、なんかそこが面倒くさかったりとか、あとはこのマシンに面してる部分ですね、ここは汗で、なんか汗って日焼けを防ぐ効果があったりするんですね。なので汗をかくとその部分だけちょっとまだらになってしまったりするので、あの立ち焼きがおすすめです。立って焼くときはちょっと手を上に上げて掴むところがあるんですね。こう掴むところがあるので、こう掴んで手を上げておくと脇まで綺麗に焼けるので、こうやって立ち焼きがすごくおすすめです。ここまでしっかりと焼けますね。ということで早速やってみますか。まあ、普段であれば下ももちろん脱いで、あの跡がつかないようにしてます。で、帽子もですね取ってます。でも今ちょっとあのヘアスタイルがぐちゃぐちゃなので、取らないであのやりますね。で、特に顔焼きたくない人って結構いるんですね。こう肌荒れが強く出やすい場所なので、そういった場合はタオルをこう巻いて縛るのがおすすめです。こんな感じで、そうするとこの焼けが少し防げます。でもまあそれは10分であれば10分ずっとではなくて、最初の2分ぐらいだけ焼いて途中から巻いたりとか、まあ、最初から巻いて途中で剥いだりとか、ずっとつけっぱなしだとやっぱりもしこうなっていたら、ここの部分だけこう日焼けの差ができてしまうので、やっぱり途中で取ってまんべんなく焼けるようにした方がいいですね。
で3ラウンジであればだいたい混んでる時だと3分とか5分で自動でここは電気がつきます。なので早めに準備して入るのがおすすめです。でここ自分でつけるパターンの時はこんな感じで、ピッと押して何分かを設定します。プラスを押して、まあ、10分であれば10分で、もう一回このなんか何ですか、電源ボタンみたいなところを押すとスタートですね。こんな感じで、さらにこの風車マーク、風車マークを押すとですね、今オフになってるんですけど、ここをプラスプラスでやると風です。風が強くないんです。なんで涼しくなりますね。別に汗をかいてもいいんですけど、ちょっと今音声だとうるさいので止めます。で汗をかいてもいいんですけど、できれば汗をかいたら拭いたりだとか、まんべんなくこう塗ったりすることをおすすめですね。そして、まだそんなに日焼けを始めたばっかというか初めての方っていうのは、強かったりするので、例えば20分って決められているところだと、なんですか、途中で部屋を出たりとかすることはできないですね。でもそんな中でも当てすぎないようにする場合はもう出ちゃっていいです。外に出ることをおすすめします。でこう例えばドアをこう開いたりして、靴でなんかこう止めてですね、ドアを開いたりとかすれば、まあ、こんな感じで外にいても、まあ、焼くことはできるんで、こんな感じですね、まあ、外にいても焼くことはできるんで、こうやって開いたまま日焼けをするのもおすすめです。まあこうでもいいですし、まあ、逆を向けばお腹、顔の面も焼けるんで、まあこんな感じでやってます。そしてちょっとこの設置しようかな。普段はこの状態で、ドアを閉めて上に捕まってるっていう感じですね。一回実演してみますか。だいたいこんな感じでドアを閉めた状態でやってます。まあ暑いなとか焼けすぎそうだなとか、焼けすぎると本当にシャワー入るのも苦痛になるので、こうやってドア開けて休んだりとかすることをお勧めします。はい、ということで、まあ、日焼けしてる途中なんですけど、ここで締めを取りたいと思います。やっぱりこの日焼け終わってから、ここでずっと喋ってると次待ってる方もいるかもしれないので、この辺で終わりたいと思います。まあ、終わった後もシャワーをしてすぐ保湿することをお勧めします。じゃあ、ね、皮がむけてしまって次焼くときにまだらな状態で焼くことになってしまうので、すぐ保湿をしましょう。ということで、少しでもためになった方グッドボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。